日本大学で最も歴史ある競技部、全日本インカレ総合優勝26回、13連覇中の日本大学ボート部、8月7日に開催される世界ボートジュニア選手権大会、そこに日本代表として名を連ねたのが今回のスターズの主役、島田俊介1年生。今年の世界選手権は日本であるので、やっぱり地元の利を生かして、今まで日本の代表の方々が成し遂げられなかった A ファイナルっていうのに進出したいです。世界と戦う直前の1日に密着、どんな表情を見せてくれたのか。高校から競技を始めてわずか数年、彼を虜にさせるボートの魅力とは。ザ・スターズ、ボールに込める力の源、その輝きを記録する。今日これから何かする予定はありますか？そうですね、ちょっとワットバイクとストレッチをする予定です。朝は体を動かすために、止まってこういうストレッチではなくて、結構動かしていくストレッチを主に取り入れています。股関節周りを中心的にやっています。最近の課題は、そのフィニッシュの時にパーンと綺麗に抜き上げることを意識してやってます。まずグレードを水に入れてキャッチで、そこから押してきて、ここ水からグレードを抜くところがフィニッシュなんですけど、そのところのことです。30分ぐらいを2セットとかやります。最初乗った時に使う筋肉が全然違うので、その座ってるだけでもお尻が痛くなったりして、あと手の豆とかもすごくって、ずっと圧力がかかるんで、手の皮膚がボロボロに破けたりして、それはちょっと痛かったですね。でも朝のトレーニングちょっときついところもあったりしないですか？ああ、そうですね。朝早くから起きてはあんま体動かないんですけど、最近はちょっと慣れてきたんで、まあ大丈夫です。今日は何ですか？今日はカレーです。朝から？そうですね。この食事のメニューっていうのは、はい、栄養士さんが考えてくださってて、それをもとにコックスさんたちが作ってくれてます。朝から結構カロリー高めな。そうですね。でも栄養士さんにはこれぐらい食っててもカロリーが足りてないって言われました。これぐらい食ってても体重減ってっちゃうんで、もっと食わないといけないです。お疲れ様です。
疲れ様でした。はい。まあ、こういうところで生活してると、はい、親のありがたみだったり、あ、めちゃくちゃ感じます。毎日ストイックな生活しっかりしてるんで、1年生の中でも一番しっかりしてる方だと思います。そうですね、今日は一元が体育学概論っていうなんか体育の歴史について学ぶやつと、二元がコンピューターの授業です。で、三元がキャリアデザインって言って、その大学を卒業した後の就職とかをどうするかっていう授業が入ってます。一年目ってその多分選択授業みたいな。あ、はい。それは必修だったりするんですか？そうですね、結構必修が多くて、僕は一応教員の教職取ろうと思ってるんで、結構必修が多いです。僕の高校のその顧問だった人がすごく教員を勧めてくれて、で、教員の免許を取っといたら、その僕が冒頭競技の生活が終わった後でも戻ってこれるからっていうのを教えていただいて、その道もありかなと思って取ることに決めました。もしく会話をする島田俊介。いや、ナレーションやめて。後から引っ込むもんやから。お疲れ様です。1弦2弦はどうですか？あ、テストもいい感じで終わったんでよかったです。出来栄え的には。あ、はい、満点です。さっきギリギリって聞いたけど。ギリギリやった。これから食堂でお昼ご飯食べます。今日はどういう気分ですか？今日はそうですね、焼肉みたいな感じですね。焼肉定食があるんで、じゃあ地べたの男楽しみにしてます。いってらっしゃい。ありがとうございます。話す内容は多分なんか自分たちみたいな普通の大学生と同じだと思います。はい、普段は。あの出席とかどんな感じですか？あ、ちょっとやばいかもしれないけど。全部出とるわ。大会以外全部出とる。出席がやばいぞ。まあ一言で言えば、まあ、めちゃくちゃ真面目ですね。真面目なキャラクターだけど、やっぱり関西弁がいいんです。関西弁が、関西弁がいいからコミュニケーションもすごいすごい、もういろんな人に話しかけるんです。そう、授業中とかも、あ、授業中ちゃんと聞いてますよ。聞いてるけど、終わった瞬間とかもペチャ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 、コミュニケーションがすごい取れる。でその後水形ではなくて水の感触だけちょっと掴んでもらって、で耳に入っていきましょうか。よろしいですか？はい、よし、じゃあお願いします。お願いします。お疲れ様です。
ートをやろうと思ったきっかけは、父と兄がボートをやっていて、その父に連れられて兄の試合を見に行った時に、そのボートってかっこいいなって思って始めました。水の上で自由に進んでるっていうか、その感じとかレース後のそのやりきった感じとかガッツポーズしてたのがすごく楽しそうだなと思ってました。僕もサッカー終わるまでは高校でもサッカーすると思ってたんですけど、やっぱり一応中学のサッカーまでで結構やりきった感じがあって、その時にちょうど試合を見に行って、あ、この競技も楽しそうだなと思って始めましたね。今日の練習は8月にある世界選手権に向けた練習を今してます。 B2 トレーニングって言って、今日の長さは15キロなんですけど、その15キロの距離を1分間に20回漕ぐペースで漕ぐっていうメニューです。今年の世界選手権は、日本であるので、やっぱり地元の利を生かして、今まで日本の代表の方々が成し遂げられなかった A ファイナルっていうのに進出したいです。やっぱりまずはその練習をこなしていくことが一番だと思います。それから何が合ってないのかとかをみんなで話し合って、みんながリーダーシップを取って目標を達成するために何ができるかっていうことを考えていけたらいいんじゃないかと思ってます。島田君はすごい前向きな言葉をかけてくれるので、クルーがちょっと落ち込んでる時とかに明るくなる感じがあります。どういうところで落ち込んだ？みんな合ってないとスピード出なくて、まあ、そういう時にちょっと的確な指示をくれるので、そこでもう一回みんな合わせようと思って。去年から一緒に U19 として活動してきているので、まあ、今回 U19 最後なんで、まあ、一緒にいい結果残せればいいなと思います。まあ、やっぱ4人の中で一番パワーがあるんで、まあ、パワーの中心となってくれる選手だなと思います。お疲れ様でした。ここをスムーズにできた時、シートの感じ良かった。それでスピードどんどん乗っていく感じのリズムになってきた。やっぱここもちょっと早くした方がいいかもしれない。うん。レースには何、レースラップには何か。うん。OK、やるか。どうした？どうした？何時ですか？5時は？5時15？え、大丈夫？5時。本日お疲れ様でした。お疲れ様でした。これからの大学スポーツで得たいものとは何ですか？ユニバーシアードの金メダルです。それはどういったなんか思いですか？やっぱりまだ世界大会でメダルとか取れてないんで、やっぱ大学に入ってからは世界大会でもう活躍していきたいっていう気持ちがあったので、金メダル取りたいです。一日ありがとうございました。ありがとうございました。